運命の星が呼び寄せるんだろう。そういうのばかり。お前もだ。大体こやつは放っておいて、我らだけで逃げればよかったではないか。うん。しまった。やはり自分で呼び寄せておるのだよ、ナレは。男に抱きかかえられたのは初めてロボ。突然何を言い出すかわけわからんやつだが、そもそもお前は生まれてどのくらいになる？3日目ロボ。そりゃ初めてだろうな。ジェネレーターの出力が上がっているロボ。体内温度の上昇も確認。これは一体？そりゃ熱くもなるだろうよ、あんだけ好き放題打ちまくってりゃあな。そうか、これが声ロボか。なんかどこをどう理論展開すればそんな結果が導かれるのか全然理解できないほど、突然に唐突に脈絡もなくとんでもない怖いことをのたまっているぞ、このロボっ子は。わらわに振られても。さっき街角の映画予告でやっていたロボ、ガーアクションがスリルでサスペンスでハードボイルドでロマンスなんだロボ。生と死の極限で愛が芽生えるロボ。すなわちエルザを敵の手から救い出してくれた第十字クロウにエルザは続婚ラブ。多分ガンアクションを展開していたのは君だけで、俺は巻き込まれただけですが、いかに。ついでにサスペンスもハードボイルドも微塵の欠片も見当たりゃしねえし、警察に追われるような後ろぐらいスリルはごめんだ。最後に、お互いの合意が得られない関係はロマンスとは呼ばん。大丈夫ロボ、大概はラストで取ってつけたように愛を語らって抱き合うロボ。なんでどいつもこいつも知識がこう偏ってるかな。もうしかしそれとは別に、攻撃を邪魔されたのがムカつくので、やっぱりお前を倒すロボ。おお、貴様は好意を抱くか殺意を抱くかどっちかにしろ。乙女心は複雑ロボ。わけわかんねえよ、つうかわかりたくもねえ。クロ、遊んでばかりいるな、こっちを見ろ。遊んでねえ。で、ダウジングが。なんだ。うわ。急ぐぞクロ。わかった。エルザを無視するロボか。どうした、状況を報告しろ。わかりません、突然パトカーが真っ二つに。なんだ一体、新手か。お前はプリーズ手を上げろ。バカ、危ない、早く避けろ。こんな風になりたくなかったら警官全員下がらせるんだ。これは俺たちの仕事だ。お前たちは犯罪者なのか、それとも新手の正義の味方だ。なんだなんだ。
ルザを忘れるなロボ。今のお前はこのエルザを敵に回しているロボ。バカ、今お前の相手をしている場合じゃ。ああ術式魔法ディグミーノーグレイブファイヤに見殺しは後味悪いだろ。助かったロボ、マイダーリン。一気に格上げかよ。泥沼だな。くそ、もう戻ってきやがった。こっちこそ泥沼だ。
今までの借りだ。取っておけ。全く無茶をしおる。さすがに冷や汗もんだったよ。でもこれで今度こそ回収完了だ。うむ。ご苦労であったな、大十字クロー。ドクター、よく無事だったな。お前も満身創痍の怪我だらけっぽいが。シューラップ、神に愛されたこの我が輩が荒れ式のことで倒れるはずがないのである。まあ良いのである。エルザを探しに来てみれば、貴様とアルアジフの断片の両方とも見つけられるとはな。まさに漁夫の利である。というわけで、アルアジフの断片は我が輩がいただいたのである。へっへっ、黙らぜ。あ、今までで一番ムカつくその笑い方。さあ大十字クロー、今度こそ貴様に引導を渡してやるのである。なあ、サンズの川の私ちもサービスしてくれるわ。行くのである、エルザ。大十字クロー、まるでロミオとジュリエットみたいロボ。カムヒュー、スーパーウエスト無敵ロボ28号デラックス。デモンベイン、なんで。いや、違う、全体的に黄色がかっておる。あ、本当だ。そう、これが我が輩の新作スーパーウエスト無敵ロボ28号デラックス、通称 DEMONPAIN デモンベインである。うわ、本気でバッタモン臭い名前。姿形ばかりのハッタリだと思っているのであるな。ならば目に物見せてくれるのである。本物との違いを教育してやる必要があるな。お友よ、正しき怒りと憎悪に応え、我らは魔を断つ剣を取る。何時無くなる刃デモンベイン。またブラッグロッジの破壊ロボが現れたようです。デモンベインの出撃を確認いたしました。
しかも今回は少々厄介な状況が発生しておりまして。何ですって？デモンベインが2体？どういうことです？詳しくはまだ分かってはおりませんが、ブラックロッジの何らかの策略ではないかと推測されます。私も出ます、ウィンフィールド。これ以上あの人たちを野放しにしておいたら、今度は何をやらかすか分かったものじゃないわ。は？お嬢様、どちらへ？司令室はいかがなされるおつもりですか？私に託した機体なのですから。あのロボットが2体？何を考えているんだ！まったく、ストーン君が動くといつも大きな事件が起きるよな。ネス警部！付近の住人の避難は完了してあります。なら長居は無用だ。さっさとずらかるぞ。ネス警部、またそう無責任な。バカタレ、今回ばかりは深刻だぜ。考えてみろ、あの2体の性能が同じだったとして、あれだけのパワーを持ったロボット同士がぶつかり合ったらどうなる？巻き込まれたら消し積みだったら残らんよ。勇気と無謀をごっちゃ混ぜにするんじゃない、分かったか？さあ、無駄死にしたくなけりゃ急げ。キャツネ、何のつもりでデモンベインと同じ姿で作ったのかは分からぬが、何かしらの意味があるはず。ああ、分かった。
トランティスストライクを使え。そうか、わかった。トランティスストライクを持っている。魔術理論を導入しているというのか。さあよう、ようやく気づいたであるか大十字クロウ。いかにもこのデモンペインには魔術理論が組み込まれているのである。力の供給源はこれ、今さっき横取りしたアルアジフの断片である。そしてそれを魔術回路にデータとして転送する役割を持つのがこの エルザとデモンペイン、この2つこそ我が輩の最高傑作。恐れ入ったか。遠慮せず恐れ入るがよい。つまり全部エルザに任せっきりで、お前が乗り込んでる理由が何一つねえだろうに。いいな、我が輩はこの場所で歌を歌う。愛しのエルザの勝利を願い、歌う我が輩の愛がエルザに力を与えるのである。全然取り繕えておらぬな。黙れ。貴様に我が輩とエルザの絆の深さが分かるはずもあるまいって。博士、うるさいロボ。エルザ、そういうことだロボ。さあ大十字クロウ、エルザは前を倒して愛を勝ち取るロボ。略奪し調教し献身させる、それが愛っていうもんロボ。そんな愛は全力で後面被る。甘く見るな機械人形。少しばかり魔術理論を取り入れたところで、所詮は徒労の斧。千年の知識の研鑽、その重さ、その威力、とくと思い知らせてやろう。
やるっきゃねえよな。はい、そうです。指揮の方は千秋に委ねます。ええ、分かっています。レムリアインパクトの封印は仕方ないでしょう。はい、では任せましたよ。それで今デモンベインの状況はどうなのです？現在もう一機のデモンベインと戦闘を継続しながら居住区に入った模様です。かなり大きな戦闘になっていますね。そんな、デモンベインが2機で街を破壊して回っているなんて、そんなのデモンベインの評判をわざわざ悪い方向に決定づけているようなものではなくて。急ぎなさいウィンフィールド、これ以上デモンベインを悪者にしてなるものですか。鏡とは現実の写しであり、現実の影、すなわち虚構だ。ニトクリスの鏡は現実と虚構の境界を曖昧にする力を持つ。慣れの単純な頭にでも理解できるよう説明すると、つまりは敵を幻惑するということだ。その使い方は慣れ次第だな。いろいろと試してみるがよい。破壊ロボが怖いのであるか。ニュハハハハハ。博士、うるさいロボ、おーのり。インパクトの構え、敵内部の魔力反応が増大していると。なんか知らねえが、やべえ。
ランティスストライク。なかなかやるではないか。だいぶ辛そうではあるがな。だから黙れと言っているルボ博士。ビーン！エルダがいじめるのである。あっ、デモンベインの足はどれだけ持ちそうだ。全速力で動けるのはあと 1、2回。それで足は使い物にならなくなる。チェン、他者に必ずが、やるしかねえ。観念するロボ。無茶だ。一か八かしかねえだろ。ディグディーローブレイブ。頼むぜ、ニトクリスの鏡。甘いロボ、ディグミーノーグレイブはその多目的性にこそ進化があるロボ。拡散ビーム。全部経営。最初に向かってきたのも経営だったロボか。アトランティスストライク。さすがは大十字クロロボ、惚れ直したロボ。今日のところは勝ちを譲るロボが、いずれはちゃんと決着をつけるロボ。ではアディオスロボ。
よう、また置き去りにされたのかい、ドクター。その今の我が輩は何もできないからにして、非武装の人間を攻撃するのは間違っているのであるからにして、つまりのところ見逃してくれると東方としては感謝の極みというか、降伏するので許して。こう言ってるけどよ、どうする、ある。うむ、どうしてくれようか。とりあえず死刑な。しかしだ、姫さんに釘刺されたばっかりだったのに、こいつはちと派手にやりすぎたな。噂を聞いて、もうすいません、またやっちまった。あ、な、何なのだあの小娘は。わけがわからぬわ。クロ、どうした、ほうけてしまって。クロ、おい、クロ、聞いておるのか。マスター、どうやらアルアジフはバルザイの演説塔に関する記述を取り戻したようです。そうか、なかなかに順調ではないか、大十字クロ。ではそろそろゲームの難易度を上げるとするか。彼らを動かす。楽しそうですね、マスター。そうさ、そうさな。要は楽しいぞ、エセルドレーダー。やつだけはこの無限の大敗の中で唯一熱く世を楽しませる。この熱さだけは幾度通り抜けようと飽きることがない。
なんだなんだ、また暗くなりおって。今度は何を悩んでおる？いや、別に大したことじゃねえけどさ、怒っていたなって。ん？ああ、なんだ。あの騒々しい小娘のことか。別にいつものことではないか。でも、あん時は本気で怒っていた。後味悪いな。まったく、見かけによらず細かい男だな。我らは我らのなすべきことをしている。なんだ負い目を感じる必要などない。んな簡単に割り切れりゃ楽でいいけどな。ま、いや、そろそろ寝る。ん？まだ寝るには早すぎ。おい、やれやれ、仕方ない。男性に、わらわも眠るとするぞ。テケリリー。はぁ、あ、気難しいな。テケリリ、なんだ、何が言いたい。テケリリ、ゲスの勘繰りはよせ。テケリリ、なんかクロちゃん元気ないみたいだけど。放っておけ、昨日からずっとあんな感じだ。クロ、おいクロ。ねえクロ、何ぼーっとしてるのさ、つまんないよ。こうなったら実力行使だ。爆竹弾の準備できました。よし、撃てい。あ、危ない。うお、目が、目が。我、奇襲に成功したり。トラトラトラ。
このクソガキども、花火を人に向けてはいけませんって習わなかったか。てめえら、今日という今日こそは使用上の注意を言葉よりも熱く心に響く拳で教えてやる。戦術的撤退だ。逃げろ。待って、逃がすか、敗北主義の逃走兵ども。しゃー、やっぱりいつも通りのクロちゃんな気がしてきた。人間、中身はそうそう変わらんからな。特にバカは死ぬまで治らんとくる。あらあらあら、アルちゃんはアルちゃんで機嫌が悪いみたいね。別に、単に些細なことでいちいち気に病むキャッツの弱さがイラつくだけだ。ん？あはーん、アルちゃん、クロちゃんに構ってもらえなくて寂しい？寂しい？もう可愛いんだから。つまらん冗談はよせ。なんでわらわがあのうつけに気を取られねばならんのだ。ほほー、不愉快な女だな、なれも。いつもいつも世話を焼かせる二人にお返しですよーだ。うん。はい、ご苦労様。サンクス。それで何を悩んでいるの、クロちゃん。何のことだよ。しらばっくれてもダメ、アルちゃんから聞いたもの。ち、余計なこと。だいたいいつもと様子が違うことぐらいバレバレよ。あんまりお姉さんを甘く見ないことね。さあさあさあ、ちゃんとお姉さんに話してみなさいな。誰かに相談すれば気が楽になったりするものよ。いや、大したことじゃないんだけどさ。悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。クロちゃん、だったら答えは簡単じゃないですか。悪いことをしたという自覚があるなら、ちゃんとそのルリさんに謝りなさい。謝りなさいってあんたな、簡単に。そこまで落ち込むほど気にしまくっているのに何を照れているんですか。悪いことをしたら謝る、ちっちゃい子供だってできることですよ。あ、わかりましたか。ちゃんと謝りに行かないとご飯抜きですからね。あ、いや、you
相変わらず神器臭い顔してるのね、ティティウスちゃん。今回は共同作戦と聞いていたが、まさかお主が出てくるとはな。ティベリウス、逆十字を一度に二人も投入するなどと、拙者どもも意外に信用がないよ。いいじゃないの、久々に好き勝手暴れられるんだから。大同士様の粋な計らいってやつでしょ。拙者はお主と違う、敵をもてあそぶ下手な趣味はない。何時の欲するところを行え。私は大同士様の教えに忠実なだけよ。奪いたければ奪い、殺したければ殺す、それがブラックロッジってもんよ。なれば拙者がお主を侮蔑することもまた拙者の欲するところ。なあ、そうね、その通りだわ。あんたも言うようになったわね、ティティウスちゃん。お主が何をしようと知ったことではない。好きにするがよい。拙者の邪魔だけはするな。相変わらず血に飢えているな、アンチクロスロン。あらあら、サンダルフォン、あんたもおこぼれ頂戴に駆けつけたってわけ。今回はグランドマスターが直々に貴様らに託したに、俺の出る幕はない。そもそも俺には興味のないざれ事だ。相変わらずクール。貴様らにとっては久方ぶりのヒノキ舞台だ。はしゃぐのは無理もない。だがな、羽目を外しすぎる前に一つだけ釘を刺しておく。メタトロンの剣だな、クロテチ。あれは俺の獲物だ。誰に譲るつもりもない。万が一奴が現れても手出しは許さんぞ、アンチクロス。あらまあ、愛しのエンジェルが寝取られないかって心配なのね。もう気ぜわしいわね、恋する男は。案ずるな、黒の天使。武人ならではのお主の執着、拙者もわからんではない。よかろう。お主を差し置いてキャッツに手を出すことはすまい。え、構わないの、ティズスちゃん。あれはあれで歯ごたえがあっておいしそうじゃない。この道家にも。手出しはさせん。案ずるな、サンダルフォン。確かに警告はしたぞ、忘れるな。オッケーオッケー。じゃあそろそろ追っ始めるとしますか。攻撃目標は波動帝。果たして拙者の渇きを癒す猛者があの館にいるか否か。私の渇きはルリお嬢ちゃんにしとりねちょねちょと癒してもらおうかしらね。今夜はさぞや貴様ら好みの宴になることだ。
せいぜい存分に貪るがいいさ、魔術師ども。それでは少々お待ちください。うい、どうも。結局わざわざ謝りに来たのか。まったく、その必要はないというに。いや、だってよ、姫さんは一応俺のクライアントなわけだから、このままの状態は仕事の進行の上でもお互いに支障をきたしたりするわけだったりするわけで、まあだからその、なんだ、当方としましてもだ、ことを荒立てずここは一つ穏便にというわけで、それゆえに障害となり得る不安要素のことごとくを粉砕し打倒し排除する、とにかく全力で全身全霊を落として極力前向きに善処するように心がける次第でありまして、これからもご指導ご鞭撻のほどを。もうよい、黙っとれ。うめくな、こっちの気がめる。なんです